ここからは ATK 青森手踊りキッズ、青森の伝統芸能手踊り、その伝統継承し日々稽古に励んでいる手踊りキッズの投稿動画をご紹介します。一人目は笠井優亜さん12歳、踊っているのは津軽よされ節です。師匠の山本社中山本敏子さんは、努力する気持ちがしっかりある頑張り屋さんです。これからもいろいろな踊りに挑戦していきましょうねと話していました。手踊りを始めたきっかけは何ですか？保育園のお遊戯会で手踊りを踊った時に周りの人から褒められたので習おうと思いました。新しい曲や振り付けを少しずつ覚えるのが楽しいです。将来の夢を教えてください。手踊りの名人になることです。2人目は松原玲奈さん7歳、踊っているのは南部ジンクです。師匠の南部修王会大向涼子さんは、負けず嫌いな玲奈さん、日々大会などを目指して頑張っていますね。しなやかに踊ることができているので、これからは手先の動きに磨きをかけていきましょうと話していました。手踊りを始めたきっかけは何ですか？お姉ちゃんが踊りをやってて、私も踊りをやりたいなと思って始めました。一人で南部人口を踊りたことが嬉しかったです。将来の夢は何ですか？踊りで優勝してみんなにもっと分かるように教えたいです。最後は山本桃香さん14歳、踊っているのは津軽三下がりです。師匠の山本社中山本敏子さんは、今難しい踊りに挑戦中の桃香さん、仲間たちと切磋琢磨しながら頑張っていますねと話していました。手踊りを始めたきっかけは何ですか？母が見学に連れてってもらって興味を持ったからです。将来の夢を教えてください。絵を描くのが好きなので、絵を描く仕事に就きたいです。